あの理学療法士さんですか、リハビリの先生ですね、が去年2回学会発表してくれました。はい、ありがたいなと。これ私が発表したものじゃなくて他の方たちが発表してるものなんですけど、っていうものですね。あと論文は私2012年から出し始めてまして、一番初めに出した論文が国立情報学研究所って日本の論文の登録機関に1本目から登録されたんですね。これってね、手技療法って言って手を使って人の体を治していくみたいなものなんですよ。手技療法って言われてるんですけど、で手技療法って怪しくないですか？うさんくさいようなイメージありません？体を触って人を治すみたいな、なんとなく。だからそういうものなので、普通ね、論文通ってもいきなり国の論文とかで登録されるってことは普通ないんですよ。そんなのないんですけど、登録されたんです。理由はね、科学データ全部ついてる。体内がどんな変化しました、うん、で私も驚いたんです。1本目なんか乗らないだろうなと思って出してるんですけど、1本目から乗った。まあちょっとあの他とは違うってことをご理解いただければいいかなと思います。あとね、英語で書いた論文が1本私出してるのと、